皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。LGBT 理解増進法が成立しました。まあ法案の内容はよくわからんし、はっきり言って興味もないが。そういう無関心な人に、LGBT についての理解を深めてもらうための、啓発のための法案ということだそうです。そうなのか、理解も何も私はそういう人たちを差別したこともないし。要は普通に接すればいいってことだな。それよりも法案成立に至る過程が、ネット内で随分問題になっていたんだが。なんだか国会に提出される前から、自民党の部会で揉めてたわねー。部会で反対が多数だったのに、幹部一人で通ったのには、怒りを通り越して呆れてしまったな。ネット内では保守系議員が賛成に回ったことに批判の声が上がっているね。確かにそれもある。が、それよりも反対多数を覆してまで通さねばならない理由は何なのか？そしてなぜ自民党では反対多数が通ったことに抵抗することができないのか？なんかそっちの方に闇を感じてしまうのぜ。そしてそもそもこの LGBT という括りがわからん。T のトランスジェンダーに対する理解を増進しようっていうのはわかるんだが。LGB は単に性的指向を表す名称だろ？これを一緒くたにするのは違うんじゃないかと思うんだが。ややこしいわねー。要するに定義も曖昧、成立の過程も曖昧、法案の効果も不透明といった感じかしらね。そうだな。まあややこしい話はこの辺で置いといて、本編に行くとするのぜ。それでは、ゆっくりしていってね。さて始めよう。1399年9月。プランタジネット朝最後の王であるリチャード2世は廃位され、新国王にヘンリー4世が即位。ここからはランカスター朝の開幕となる。というわけでここで王朝交代の定義というか、原則というか、そういうものを少しやってみるのぜ。よろしくです。一口に王朝交代、と言ってもその形態は様々だ。まず最もポピュラーなものといえば、革命、ということになるだろうか。古代中国の液政革命、つまり天命によって皇帝となったものが王朝を開き、その子孫が代々皇帝の座を受け継ぐのだが、時を経てその王朝の徳が衰えると、天はその命を改めて姓を変える。これが革命ということだ。姓が変わる。つまり血のつながりのない別の家に王朝が変わるということでOK？そういうこと。この革命にも種類があって、皇帝が自身の徳が衰えたのを悟り、自ら皇帝の位を竹の者に譲るのが禅譲。これは知ってる。日本でもよく自民党の総裁選の時とか使われるよね。ただ中華の歴史にある禅譲の事例を見る限り、先ほどの説明のような、皇帝が自ら位を譲った、なんて例はほとんどなく、大体は竹の実力者に圧迫されて嫌おうなしに譲らされたってのが実情だ。つまり禅譲ってのは、大義名分を整えるための綺麗事ってことだな。ふんふん。それからもう一つ、竹の実力者が武力で前王朝を滅ぼして新王朝を開くのが法罰。こちらの方が、革命のイメージとしてはぴったりくるかな。陰王朝から周王朝に変わる時の牧野の戦いなんかそうね。お、霊夢なかなかよく知ってるな。えへへ。ただこの革命、西洋史では違う意味で使用されている。欧州では革命は単に王朝交代の意味ではなく、もっと大きな社会変革、体制変革の意味で使われる。例えばフランス革命、ロシア革命、といった風に。これは英語のレボリューションを、革命と訳したことによるのだが、本来の液政革命とは明確に異なるものだ。というわけで欧州の王朝交代に、革命以外の適切な言葉というと、これはなかなか難しい。これは中国と欧州の王朝交代の内容の違いが原因でもあるだろう。中国では姓が変わる、すなわち全ての王朝の交代が、血のつながりのない別姓の王朝への移行であったのに対し、欧州の王朝交代はほとんどが血のつながったものによる王朝の移行だったのぜ。ちょっと質問。血がつながってるなら王朝交代にならないんじゃ。そうだな。もっともな疑問だな。実は王朝交代の定義は学問的には諸説あって、戦術の通り地域によっても事情が異なっていたりして、なかなかに難しかったりするのぜ。ただ一つ間違いないのは、女系による継承は王朝交代になるということだ。このシリーズの第2回で見たノルマン朝からプランタジネット朝への交代が、その女系継承の例だな。で、今回のプランタジネット朝からランカスター朝への交代はどうかというと、
系図を見ればわかる通り、ヘンリー4世の父はランカスター公爵オブゴーンと、この人は前王リチャード2世の父ブラックプリンスエドワードの弟だ。つまりヘンリー4世即位の根拠は、エドワード3世、ジョン・オブ・ゴーンと、ヘンリー4世と続く血統であって、傍系とはいえ劣気とした男系男子の継承だ。っていうことは、王朝交代の条件には当てはまらないんだけど、その辺が難しいんだよ。ヘンリー4世の場合は武力でリチャード2世を倒した、すなわち液性革命でいうところの討伐に当たる。これをもって王朝交代の根拠とする見方のようだな。だがこれはこれで曖昧なところもある。ところ変われば事情も変わるで、例えば日本の場合似たようなケースとして、壬申の乱、がある。天智天皇崩御後、位を継いだ皇太子大友皇子に対し、天智天皇の弟大天皇子が挙兵した古代日本最大の内乱だが、これに勝利した大天皇子が天武天皇として即位したことを王朝交代とは捉えていないし、乱から約100年を経て皇統は再び天智天皇の嫡流に戻っている。同じようなケースでも王朝交代したり、しなかったり、よくわからないな。日本の場合は、万世一系、男系継承、が大前提だからな。その条件が当てはまれば大抵のことは OK だ。さらにもう一例、フランスの場合を見てみよう。中世フランスでは家庭朝以来、バロワ朝、ブルボン朝と王朝が交代したが、この三代の王朝は全て男系男子の継承で繋がっている。にもかかわらず、この三代は王朝交代とされ、しかもその理由が判然としない。故にこの三代をまとめて家庭朝とする研究者もいるぐらいだ。ますますわからん。まあ王朝交代が明確なのは女系継承の場合のみで、男系継承の場合はケースバイケースぐらいの認識でいいんじゃないかな。もやもや感が拭いきれない。まあそういうな。うぷ主のやつもこの件については、どう解釈すればいいのか悩んでるみたいだからな。このシリーズの回が進めば、もう少し明快な見解を示せるかもしれん。というわけで、そろそろ本題に戻ってヘンリー4世の治世を見てみよう。リチャード2世を武力で倒したヘンリー4世の治世は、その余韻とも言うべき戦乱の連続であったのぜ。まずは即位早々、ハンケンダン伯爵、ケント伯トマス、ソールズベリー伯爵の3人によるヘンリー4世暗殺の陰謀が露見する。陰謀自体は3人が逮捕、処刑されたことで、あっさり終了となったが、彼らはいずれもリチャード2世に近しい人物であり、彼らがリチャード2世の腹壁を企んでの陰謀であったのは明らかだったのぜ。当時廃位されたリチャード2世は幽閉され、所在がわからぬよう各地を転々と移されていた。が、この陰謀が露見した直後、1400年2月、前王リチャード2世は幽閉先で死去した。死因は不明とされているな。なんだかエドワード2世の時とそっくりね。怪しすぎる。リチャード2世の死因については自殺、他殺、病死と諸説あるが、ヘンリー4世の関与説は今日でも有力とされているな。リチャード2世腹壁の陰謀が明るみに出たことで、リチャード2世が生きていると第2第3の陰謀が発生しかねない。ヘンリー4世がそう考えても何の不思議もないだろう。ああ、こりゃ確定ね。いやいやこれはまあ謎として残しておこう。さて、陰謀を未然に防いだのもつかの間、1400年9月、ウェールズで反乱が勃発する。ウェールズの旧王族の血を引く、オワイン・グリンドールが挙兵し、プリンス・オブ・ウェールズ、ウェールズ大公即位を宣言したのぜ。確かプリンス・オブ・ウェールズは、代々イングランドの皇太子が叙爵されてたんじゃ。そうだな。それをオワイン・グリンドールが即位を宣言、というかこの場合は戦勝というべきか、押したということは、明確な独立宣言と言えるのぜ。プリンス・オブ・ウェールズを称したオワインのもとに、ジューダー家をはじめとするウェールズの有力貴族たちが続々集結。瞬く間に反乱は拡大した。このオワイン・グリンドールの反乱は、以後イングランド貴族やフランスをも巻き込み、15年の長きにわたることになる。15年も続いたの？長引いた原因は、イングランド貴族たちが一挙がみしたからだが、そこには王位をめぐる思惑が絡んでいたのぜ。1402年7月、オワイン軍は国王軍とウェールズ中部のグリングラスで激突した。戦いはオワイン軍の大勝で終わり、国王軍の司令官サーエドマンド・モーティマーは捕虜になった。このエドマンド・モーティマー、名前から察しがつくと思うが、マーチ伯を世襲するモーティマー家の一員で、当時の当主第5代マーチ伯エドマンド・モーティマーの叔父にあたる人物だ。このマーチ伯なんとかモーティマーって、よく出てくるね。ややこしくて大変。
前回の動画で出てきた王妃イザベラの愛人で、イザベラの息子エドワード3世に処刑されたのが、初代マーチ伯ロジャー・モーティマー。で、その後子供のいなかったリチャード2世に、王位継承権者として指名されたのが、第4代ロジャー・モーティマーだ。ちなみにこの、マーチ伯だが、辺境伯と訳されることもある。つまりイングランドとウェールズの境界を警護する役目を世襲する家であって、この時は幼少の当主エドマンドの代理で、おじのサーエドマンド・モーティマーが出征したというわけだな。さて、モーティマーを捕虜に取ったオワインは、早速ヘンリー4世にモーティマーの身の代金を要求した。この当時、敵軍の貴族を捕虜にした場合、身の代金を要求するのが当たり前であった。というわけでオワインも当然のごとく身の代金を要求したのだが、ヘンリー4世の返答は、ノーだったのぜ。ヘンリー4世ケチだったのね。いやいやいや。ヘンリー4世の身の代金支払い拒否には、彼なりの理由があったのぜ。その理由、それは王位継承に関わる問題であったのぜ。ヘンリー4世は武力でリチャード2世を倒し王位についた。だがそれは、味方を変えれば王位を、簒奪、したとも言える。即位早々にヘンリー4世暗殺の陰謀が発生したのも、ヘンリー4世の王位継承に疑義を覚える勢力の存在を裏付けるものだった。このように即位早々のヘンリー4世の王座は、極めて不安定なものであったと言わざるを得なかった。では、仮にヘンリー4世が簒奪、だとすれば、誰が正当の王位継承権者なのか？誰？全然わからぬ。正解は、第5代マーチ伯、エドマンド・モーティマーだ。子供がいなかったリチャード2世が、王位継承者に第4代マーチ伯ロジャー・モーティマーを指名したのは、前回動画で述べた通りだ。この第4代マーチ伯ロジャー・モーティマーは1398年に亡くなり、後を継いだのが嫡男のエドマンド。これが第5代マーチ伯エドマンド・モーティマーだ。リチャード2世が王位継承者に指名した第4代マーチ伯ロジャー・モーティマーが亡くなったことで、長子相続の原則から、嫡男の第5代マーチ伯エドマンド・モーティマーに王位継承権が移ったわけだ。1398年、第4代マーチ伯ロジャー・モーティマーが亡くなり、翌1399年ヘンリー4世が即位。この時点でマーチ伯を継いだエドマンドはまだ8歳。自分でヘンリー4世に対抗することができる年ではなかった。でだ。話は戻って捕虜になったサーエドマンド・モーティマーだが、この人は第4代マーチ伯ロジャー・モーティマーの弟だ。身の代金を要求された時、ヘンリー4世は考えた。ここで身の代金を払ってこいつが帰ってきたら、第5代マーチ伯を担いで謀反起こすんちゃうか？それやったらいっそのこと、身の代金払わんで向こうで処刑される方が都合ええやんけ。うわぁ、鬼畜やん。まあヘンリー4世の立場なら、猜疑心からこういう思考に陥っても無理はないと思わないではないが、この判断がもろに裏目に出て、反乱の拡大につながってしまったのぜ。さあエドマンド・モーティマーは処刑されなかった。どころか、どういうわけか敵将のワイン・グリンドールと意気投合。彼の娘キャサリンと結婚。ヘンリー4世に反旗を翻した。そりゃあやっぱり、ヘンリー4世が身の代金払わないから、頭に来たんだわ。その可能性は大だな。さらにはこの件が原因で、ノーサンバーランド伯ヘンリー・パーシーと、息子の同盟ヘンリー、ホットスパーが反旗を翻した。確かこの人たち、ヘンリー4世がイングランドに上陸した時、真っ先に駆けつけた人たちよねー。パーシー一族はヘンリー4世の即位にあたって勲功第一だったのに、それほど厚遇はされなかったようだな。そしてホットスパーは、サーエドマンド・モーティマーの姉、エリザベスを妻に迎えていた。議定にあたるサーエドマンド・モーティマーの身の代金を払わなかったことにホットスパーは激怒。パーシー家もまた敵に回してしまったのぜ。あや、これはもう嫌な予感しかしない。そうだよな。この流れはヘンリー4世やばいはずなんだが。霊夢はホットスパーの意味を知ってるか？知らない。美味しそうなあだ名だな、とは思ったけど。ホットスパー、それすなわち短気者、だそうだ。直上傾向な彼は、父のオサンバーランド伯ヘンリー・パーシーや、オワイン・グリンドールと連携する前に、単独で国王軍に戦いを挑んだ。1403年7月、イングランド西部のシュルーズベリーで国王軍とホットスパー軍が激突。結果は国王軍の勝利。この戦いでホットスパーは戦死してしまったのぜ。短気すぎて援軍を待てなかったのね。この戦いでホットスパーを討ち取ったのは、王太子ヘンリー・オブ・モンマスの軍だった。王太子ヘンリーはこの時まだ16歳であったが、文武両道に秀でて、後の名君ヘンリー5世の片鱗を早くも表していたのぜ。
さら2405年頃から父ヘンリー4世の体調が悪化すると、父に代わって事実上王権を代行するようになった。若くして武勲を挙げたあたり、ブラックプリンスエドワードに似てるけど、ヘンリー王太子はブラックプリンスと違って政治面もできる子だったんだね。オワイングリンドールの反乱に端を発したイングランドの内戦も、後半は王太子ヘンリーの独壇場とも言える展開になり、ホットスパーの父、ノーサンバーランド伯ヘンリー・パーシーも1408年に戦死、オワイングリンドールも1412年を最後に消息不明となり、1415年反乱は終結した。この反乱はウェールズ人が独立を希求した最後の運動とも言えるもので、以後ウェールズで独立の運動が起こることはなかった。ウェールズは完全にイングランドの支配下に入り、イングランドから差別的待遇を受け、反乱に加担した多くの貴族たちは没落の浮き目を見たのぜ。支配民族の悲哀を感じる。だがウェールズは終わっていなかった。この後歴史は、運命の女神のいたずらとも思えるような展開を見せることになるのぜ。おう、それは何なの？まあそれはまた後ほどだ。話を戻して、体調を崩していたヘンリー4世は、1413年内戦の終結を見ることなく亡くなった。晩年は皮膚病に侵され、手足が崩れ落ちたらしい。おそらくは雷病だったのだろう。死の直前彼はウェストミンスター寺院の礼拝堂で祈りを捧げていたところ、突如倒れ息を引き取った。その場にはヘンリー4世が王位を奪ったリチャード2世の肖像が飾られていたらしい。教会の礼拝堂で肖像が、ガクブルだわ。晩年のヘンリー4世は病気もあってか、リチャード2世からの王位簒奪を公開していた風もあったらしい。なるほど。そういうところから、こんなオカルトチックな話が伝わったりしてるのかもね。さてここからは、王太子ヘンリー・オブ・モンマス改めヘンリー5世の御世となる。すでに父王の時代から事実上王権を執行していたヘンリー5世としては、満を持しての登場とも言うべきものであった。さて、ヘンリー5世といえば、なんといっても100年戦争での活躍ということになる。父のヘンリー4世の対フランス政策は非常に恩和的なものであった。これは国内の反乱もあって、対外的に積極的な政策を取れなかったということもあった。だが、ヘンリー5世は即位するとこれまでの退屈政策を改め、積極策に転換したのぜ。この頃フランス国内は、諸侯たちがアルマニャック派とブルゴーニャ派に分かれ、抗争を繰り広げていた。ブルゴーニャ派とアルマニャック派って何？1380年、フランスでは11歳のシャルル6世が即位。少年王だから当然摂政を置くわけだが、摂政になったのは前王シャルル5世の弟、つまりシャルル6世から見るとおじさんになるブルゴーニャ公フィリップだ。このブルゴーニャ公フィリップを源流とする派閥がブルゴーニャ派。なるほど。1388年、青年に達したシャルル6世が新政を始めると、ブルゴーニャ公は遠ざけられ、代わって王帝オルレアン公類が重用されるようになった。このオルレアン公類を源流とする派閥が、オルレアン派、類が亡くなった後は、新たにオルレアン公になったシャルルの州都で、実権を握ったアルマニャック派クベルナールの名を取って、アルマニャック派というわけだ。ふんふん。1392年、国王シャルル6世は精神障害を発症。政務執行が不可能になると、オルレアン公類の影響力はますます高まった。危機感を抱いたブルゴーニャ派は1407年、オルレアン公類を暗殺、以後両派は血で血を洗う抗争を繰り広げることになる。大体こういう抗争は、どちらが王を確保するかが重要なポイントになるのだが、ヘンリー5世がイングランド王に即位した当時はアルマニャック派が首都パリを占拠、シャルル6世の宮廷を掌握していた。そしてこの時ヘンリー5世の元には、アルマニャック、ブルゴーニャ両派から援軍の要請が来ていたのぜ。なんかヘンリー5世にとって美味しい展開になりそうな。ヘンリー5世はシャルル6世を擁するアルマニャック派と交渉した。この時点でのヘンリー5世の立場が圧倒的に優位なのは論を待たない。ブルゴーニュ、アルマニャック両派にとって、イングランドを味方につけた陣営が決定的に優位になるのは明らかだからだ。ヘンリー5世にしてみれば楽な交渉で、アルマニャック派がダメならブルゴーニュ派に行けばいいだけの話だ。ヘンリー5世はアルマニャック派に対し法外な条件を提示した。つまりフランス王にならせろってことで OK？ そういうことだ。まあ例えとして適切かどうかはわからんが、大東亜戦争前の日米交渉における春の音みたいなもんだな。つまりアルマニャック派にとっては、こんな条件飲むくらいなら死んだ方がマシ、レベル？そういうこと。当然交渉は決裂。1415年8月。
ヘンリー5世率いるイングランド軍はフランスに侵攻。同年10月、フランス北部のアジャンクールでイングランドとアルマニャック派両軍は激突した。結果はイングランド軍の圧勝。その後もブルゴーニュ派と提携のなったイングランド軍は、首都パリをはじめフランス北部の諸都市を攻略。アルマニャック派はパリからの撤退を余儀なくされた。代わってパリはブルゴーニュ派が掌握。国王シャルル6世もブルゴーニュ派が擁することになった。そして1420年、イングランドとフランスの間でトロワ条約が結ばれる。この内容はさっき見た交渉の内容よりもイングランドに有利な条件ね。戦術した条件にフランス北部とアキテーヌ公領のおまけ付き、ヘンリー5世の大勝利だ。その年の6月、早速条約の取り決め通り、ヘンリー5世とフランス王女キャサリン・オブ・バロワの結婚式が挙行された。そして翌1421年12月、二人の間に将来のイングランド王兼フランス王となる長男ヘンリーが生まれた。まさに順風満帆。あとはフランス王シャルル6世の死を待つばかり。ヘンリー5世のフランス王即位は目前にあった。ついにイングランドとフランスの統一がなるのね。だが、ヘンリー5世がフランス王位につくことはなかった。ヘンリー5世は、生後8ヶ月の長男ヘンリーを残して、神に召されてしまったのぜ。なんと、なんという運命。英仏の歴史の辿った道を見ると、ヘンリー5世の死は、いろんな意味で転換点と言えるようにも見えるのぜ。それはどういう意味？それはこれから見てみるのぜ。ヘンリー5世の死からわずか2ヶ月、フランス王シャルル6世が亡くなった。たった2ヶ月の差でヘンリー5世はフランス王位につけなかった。そしてシャルル6世の死後、百年戦争は新たな展開を見せることになる。シャルル6世崩御により、新たな王が即位するわけだが、トロワ条約の取り決め通りなら、新しい王には生後10ヶ月のヘンリー5世の長男ヘンリーが即位ということになる。が、それより先にフランス王即位を宣言した男がいた。シャルル6世の嫡男、王太子シャルルだ。王太子シャルルは、パリから撤退したアルマニャック派に寄せられ、フランス中部のブルージュに逃れていた。そもそも王太子であるシャルルは、シャルル6世の正当な王位継承者であるはずだ。それがヘンリー5世のゴリ押しでトロワ条約が結ばれて、王位継承者はヘンリー5世とその継承者であるとされてしまった。しかもその時、王太子シャルルの正当性を否認するため、王太子シャルルは不義の子であり、シャルル6世と血のつながりがない、ということにされてしまったのぜ。その話はシャルル6世妃イザベルの多情さもあって、まことしやかに伝播され、王太子シャルルの心に深い闇を作ることになったのぜ。今なら DNA 鑑定で一発でわかるのにね。だが、だからといって王太子が自身の王位継承権をみすみす放棄するわけがない。自身もイングランドと敵対するアルマニャック派と行動を共にしている以上、即位宣言は当然だ。これに対しイングランドも、御年0歳のヘンリー王子のイングランド王ヘンリー6世、兼フランス王アンリ2世の即位を宣言。ここに二人のフランス王が並立する異常事態が現出した。これはどちらが正当か決着をつけるしかないわね。その通り。だが、現状はイングランドが圧倒的に優勢だ。イングランド軍は首都パリをはじめフランス北部のほとんどを掌握。さらに中部の要衝オルレアンを包囲し、王太子の宮廷があるブルージュの目前にまで迫っていたのぜ。シャルル王太子の運命は風前の灯火ね。が、この時局面を一変させる奇跡が起きる。旧国の乙女、ジャンヌ・ダルクの出現だ。ジャンヌは陥落寸前のオルレアンを解放し、シャルル王太子をフランス王シャルル7世として戴冠させるのだが、この辺の話は以前作った、ジャンヌ・ダルク、旧国の乙女と内容が被るので、ここでは割愛させていただきます。詳しくは、ジャンヌ・ダルク、旧国の乙女、16をぜひぜひご覧ください。というわけで話は飛ぶが、ジャンヌの活躍で、シャルル7世は窮地を脱し、イングランド軍はフランス全土から撤退を余儀なくされ、1453年100年戦争はついに終結した。長い長い戦争がついに終わったのね。ところが、戦争はこれで終わりじゃないんだ。と言いますと？0歳で即位したヘンリー6世の肩書きからフランス王が外れ、年齢も31歳になっていた。随分とはしょったわね。いやいや、決してはしょるつもりはないぜ。生まれながらの王であった、ヘンリー6世の生涯は、ただひたすらに戦乱の生涯だったと言える。今回はここまで。次回は改めてヘンリー6世戦乱の治世からやってみるのぜ。確かにはしょってはないけど、次回なんだ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。